ギャンブルに、今日も人々は我を忘れて夢中になっていた。しかし、一人の少女はその熱狂から距離を置いていた。貧乏で哀れなマッチューリの少女。その胸元には、ニケと書かれたプレートが怪しく光っていた。マッチューリの少女は、ある日突然に、 この学園で目を覚ました。すぐにこの世界を脱しようとするが、不可思議な力に阻まれてしまう。そうして彼女は囚われたのだった。泥沼のような欲望と快楽の泡が立つ、この百花王学園に。 今のあたしはみけ、みんなの奴隷。さっきもパしられて、ひどい扱いでした。あの日は、勝てると思ったんですけど。とうとう奴隷落ちです。家畜も奴隷も、あたしは絶対に嫌ー マッチ売りの少女は学園に来て数日で力によって脱出するのは諦めた。だがすでに理解していた。生き延び脱出するにはギャンブルで勝つことが必要だと。故に意を決して戸場に身を投じた。ここには一つルールがあった。 生徒会に上納金を納めなければならない。その額が下位100位になると、非協力傾向生徒、家畜となり果て、奴隷当然の扱いを受ける。女なら三毛、男ならポチと記されたプレートを首から下げて。そして今、敗北を重ねた少女は、その思い稼を、 はめられてしまっていた。 家である少女に対する扱いは次第にヒートアップしていく。暴力、抽象、周囲の生徒たちは少女を取り囲んで嘲笑を浴びせ続ける。<laughs> <laughs> そんな悪意を持ち前の前向きさで受け流していたが状況は変わらない。落書きまみれの机を見て ため息をついていると。パン買って来いよ、ミケ。ふと聞き覚えのある声がうつむいた頭上から降ってきた。驚いて顔を上げると、そこには自分とウリ二つの少女がいて。 おい、こんなふざけた名前で反応すんなよ。え<っ>もう一人のあたしたく。よくこんな動きにくい服着れるな。そんなことない。すごく可愛い,いよ。ああ、うん、そんなだからミケなんだよ。 え、どどういうこと今日の売上報あぜんとする少女を強く睨んでいるのは故郷のライブラリで共にいたもう一人のマッチュウリの少女だった。 お前が急に消えたって聞いたんだ。後を辿ってみれば、何やってんだよ。呆れた彼女の様子に、少女は涙をこぼした。うふふ、来るの遅いよー。次々と感情が溢れ出る。泣きじゃくる少女の頭を、もう一人の少女は軽く叩いた。 落ち着け、オラ。彼女はそう言って、少女の手を引く。ここから逃げるぞ、バカ。 二人の少女は手を繋いで走る。しかし、真チ昼リの少女を閉じ込める謎の力が弱まることはなかった。向こう側が見えているのに、その先へ行くことができない。次第に荒くなる呼吸は、慣れない水の中でもがいているようだった。そんな彼女たちを、生徒たちは嘲笑う。 三ケのくせに逃げ出そうだなんて。生徒たちは再び二人の前に立ちふさがる。彼らが仕掛けるのは、またしてもギャンブルだった。しかし、少女はもう一人じゃない。繋いだ手に力を込めて、二人は深く息を吸い込んだ。 家畜が人間になんてなれるわけないでしょ負け猫は負け猫らしく、おとなしくしてなあああんまりうるせえと燃やすぞそ、それはダメ危ないよははは残念強に言っては強に従え。 ここではギャンブルで勝った者が強いのよ大丈夫。あたしには強い味方がいます。お前らを灰にしてやるよ 二人は生徒会長室にたどり着く。黒いマッチュりリの少女は乱暴に扉を開け放ち、叫んだ。おい早くこのクソ学園から出せそんな二人の目の前に現れたのは、優雅にティーカップを口元へ寄せていた、生徒会長、桃バミキラリだった。あら、可愛らしい来客ね。お茶でもどうかしら。 いらねえよ。いいからさっさとこのクソ学園の出方を教えろ。そう迫られるが、キラリは柔らかい笑みを浮かべたまま答える。お断りするわ。ああふざけんじゃねえぞ そう凄まれても、キラリは平然としている。私は知りたいの。あなたの貧しいお友達のことを。私は、最初から貧しい人間がどう歪んでいるか知らないの。だから、知りたいわ。知るか出る方法を教えねえと。出ていく方法はシンプルよ。ここではギャンブルが絶対。 だから、ギャンブルで勝つことね。キラリの笑みがさらに深くなる。だけどここには、私が興味を引く、そういう子を集めているわ。勝つのは簡単ではないわよ。 少女たちは、この学園から脱出するため、ギャンブルで勝つことを決意した。そんな二人の前に立ちはだかったのは、艶やかな黒い長髪をきれいに揃えた、ジャバミ・ユメコ。そして、琥珀の瞳で少女たちを睨む、サオトメ・メアリだった。ユメコとメアリは、強い意志を宿した瞳で、少女たちを見据えている。 この二人、ただのガキじゃねえ。普通じゃないってことああ、もっとこう、ギャンブルを純粋に欲しているような。目の前の異様と言える熱気が、少女たちをたじろかせたのだった。 このチンチクリンが今回の相手かわいらしい方たちではありませんか。おお、お手柔らかにお願いします。今、チンチクリンって言ったかふん、<laughs> 違うなら実力で証明してみなさいよ。 楽しみすぎて待ちきれませんメアリ」がトランプの箱を机に置きルールを説明する。ゲームの名は 二枚インディアンポーカー。カードをジョーカーと絵札を抜いて、各二枚配るの。手札のうち一枚を確認して、もう片方は頭に掲げて。手札が二枚。役は三種類ですかそう。数字が一致すれば最強。マークの一致は普通。全て違うなら最弱。同じ役なら、数字の合計が大きい方が勝ち。 チップ一枚の価値は、各お々のおの自己申告した借金額を十で割った額です。どうぞ。ゆめこが全員にチップを配ったのを合図に、極限の探り合いが始まった。 滲んだ汗が少女たちの輪郭を伝う。勝てない。黒いマッチュ売りの少女が焦る。手元のチップが泡のように消えていった。一つ一つの仕草全てに思惑があるのではないかと焦ってしまう。コールで勝負かそれともフォールドで降りるべきか 極限まで張り詰めた糸はもう今にも切れてしまいそうだった。すると、ふと、か細い声が重圧に支配された沈黙を破った。コール。その声の主は、この学園で目覚め、敗北の家畜と化した少女だった。 おいこんな状況で倍かけてどうすんだだ、大丈夫勝てる。多分 <laughs> その意気込み、嫌いじゃないわ。はぁ、あ、興奮してしまいます本当に大丈夫なのか どう考えても大丈夫私を信じてはぁ、あ、かった信じてやるよゲームは終盤に差し掛かる 少女は自分を助けに来てくれた。もう一人の自分の手を机の下で優しく握った。そして、指先で言葉を送り始める。相手の非公開カードが分かった。机に伏せたカードが垂直ならスペード、右に傾けるとクラブ、左ならタイヤ。 焦りをにじませていたもう一人の少女の瞳が見開かれる。相手のカードを見てみれば、確かに、夢子とメアリのカードは傾いていた。いける。少女たちは、もう一度手を緩く握り合う。それは、逆転勝利への合図だった。 負けたわ。メアリが悔しそうに少女たちを睨んだ。少女たちの手元には、溢れんばかりのチップが並んでいる。まったく。だからつぼみたちのやり方じゃなくて、前みたいに机の下で教え合う方法にすればよかったのよ。バレるリスクを背負うのも、スリルがあっていいじゃないですか。おっとりとした夢子の言葉に、 メアリの顔が嘆きから呆れに変わる。また、お手合わせしましょうね。多額の借金を背負ったはずのユメ子だが、心の底から楽しそうに笑っていた。